そのタイミングじゃなければ龍神様を拝むことができなかった。龍神様の全てのお計らいがそこにあったものと私は信じております。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日はですね、昨日お話しさせていただいた神様仏様に歓迎されているサイン、その最後5つ目にですねご紹介させていただきました龍神様のお話、ちょっとありましたよね。でそのお話の私の体験談をですね今日はご紹介させていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。この新成寺はですね、実は2017年、平成29年に開創500年を迎えたお寺でございます。だから今年でこの新成寺は505年の歴史を持つお寺というお寺でございます。こんなね、500年の節目にね、相当たる時代に生かさせていただいて、そしてここのお寺の住職をさせていただいている。こんなご縁が滅多にないということで、せっかくならね、盛大にね、その500年祭を、お祭りをね、取り行わせていただきたいなと思ってね、4日間を2週間にわたって開催した盛大なお祭りを行いました。実はね、こういったね、パンフレットも作りましてね、いろんなね、たくさんのね、方ゲストにね、お招きしてね、開催いたしました。このね、500年祭のテーマが、過去、現在、未来、加減味、過去と現在と未来がずっとね、一本線で繋がってるよというね、これまでの500年、そしてこれからの500年の節目としての500年祭を開催させていただきました。こちらね、ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、このパンフレットになもうこの正面のね、1ページ目の上半分に使っておりますのが、新成寺の本堂の天井に描かれている龍神様なんです。で、この龍神様、実は開創当時からそのまんまの状態で天井に大切にお祭りされております。住職が座る本堂の正面、そして上の方、上段の方のちょうど中心の真上の天井が、この龍が描かれているんです。この龍の天井だけは500年間変わらずそのままなんですね。で、綺麗に、ね、写真を撮りましてね、この龍神様を実はメインで500年祭を開催させていただきました。この龍神様はね、何かね、この新成寺ね、本当にご縁があるんですよ。お坊さんの中には勘の強い方というかね、立派なね、大商人がね、何人も訪れるわけですけれども、その方々がね、口を揃えておっしゃるのがね、初めてこの新成寺の境内地に立たれまして、本堂の屋根の上に龍神様がとぐろを巻いてこう、おられるっていうね、その姿が見えるですとか、あるいは本堂全体がね、その龍神様に守られてるみたいなね、ことをおっしゃる方とか、そういう意味で、ああ、龍神様、守っておられるんだなっていうのはね、なんとなくね、私たちもね、こう感じているところであったんですけれども、まあよりね、この500年祭で確信に変わった出来事がございました。10月28日29日で、11月3日、11月4日と、この2週にわたって4日間ね、いろんな催しをねしましてね、こう本当にいろんなね、方に来ていただきました。もう有名な方からね、劇団四季のね、トップスターの方とかね、皆様この動画をご覧になってらっしゃる方、最初からね、気になってらっしゃる方も多いと思いますけれども、この後ろに牧師としてあるこの文字、ご覧になっていただけますか。こちらですね、龍という文字でございます。で、これをね、書いてくださった方がですね、月岡かがりさんというね、書家のもう有名なね、書家の方でございます。この方がね、500年祭の時に何か本堂のね、正面で皆さんの見ていらっしゃる前で、この500年祭の最後の最後の締めくくりの最後に一筆こう書いていただいて、4日間2週間にわたるこの大きな行事の締めをね、お願いいたしました。そうしましたら、この月岡かがりさんがね、おっしゃったのが、龍というね、一文字をね、おっしゃったんです。このね、かがりさんにしても龍がね、ふっと入ってきたんですって。あ、もう龍しかないなっていうふうに思われたそうです。そしてこの龍もその時の感性でふわーっとね、書いていただいた龍でございます。というようなことでね、この500年祭は龍をね、焦点を完全に当てまして盛大に執り行ったわけなんですけれども、本祭に至ってはですね、本当にね、盛大でした。ここのね、ずっとね、この町内とかね、商店街ね、全部信号も全部止めましてね、警察の方にも出ていただいたりとかしながら、数百人のスタッフの方に入っていただいて、いろんなね、お手伝いをいただいたというようなね、そういったね、準備をしてまいりました。とにかく11月4日は晴天であれと、
それで午後1時から本番でございます。前日までめちゃくちゃ天気が良かったんですね。ところが11月3日前日の夜、翌日の本祭の準備を整えてスタッフの皆様と、じゃあ明日もよろしくね、さようならっていうことで、夜11時半頃だったと思うんですけれども、私ね、部屋に戻りまして、部屋からガッとね、窓を開けて、明日お天気大丈夫かなっていうことで、ね、空をこう見上げました。そしたら真上がね、もう真っ黒の雲でね、覆われちゃってるんですよね。そしてその雲がなんとめちゃくちゃ速いね、スピードで、ね、風もすごい強いんですよね。ってちょっと待って、今日まで天気が良くて明日もなんか天気がいいっていう方だったのにどうしたんだろうなと思ってね、こう見てたんですね。でよく見たらね、ちょっとね、自分の真上から角度をねずらしてみると、満天の星というかね、綺麗な星空が見えるんです。でよく見るとその雲が、あれ鱗と思ったんですよ。鱗と思った瞬間に、これは龍神様かもしれないって思った瞬間にね、ズワーッ と鳥肌がね立ちました。しばらくね、呆然としながらね、その雲の流れをね見ておりました。他はね、雲一つないんですよ。もう星空なんです。満月も見えてるんです。でもね、その自分のね真上にあるところがさーっと流れてる。その流れ出ているスタート地点っていうのがね、新城寺のね本堂なんです。本堂の方角からずーっとね、山の方に向かってザーッと流れてってるんですよ。うわーすごい、これは龍神様に違いないと思ってね、ありがたい、南妙蓮華南妙蓮華ってね、しばらく南妙蓮華してたんですけれども、そこからね、どうでしょうかね、 2,3 分ぐらいでしょうかね、ヒューシューンって最後ね、最後の雲がヒャーって流れてね、山の方にさーっと消えていくんですよ。でね、そのね、雲のね流れていく方向ずっと見てましたらね、ヒューンって言ったらね、山の向こうの方からね、ブワーとね、稲光がね、ブワーとかね、走り出してるんです。稲光が鳴ったと思ったらね、ザースコール。どのくらい降りましたかね、10分15分ぐらいでしょうかね、ザーとものすごいスコールが流れてパッと晴れたんです。で、それで龍神様は本当に私たちに姿を現してくださって、次の日がね500年祭の本祭ですよ。午前中いいお天気でした。でそれでお地蔵さんたちはみんな集まってこられてね、11時頃からみんな着付けが始まったりとかしましてね、いよいよお地蔵さんがね出発するっていう時になりましてね、ものすごいね突風とね雨が降り出しました。たくさんの露店が出ておりましてね、テントもねしっかり押さえたテントがねたくさん並んでたんですけども、みんなでテントを押さえないと全部テントがね飛ばされていくくらいのね、そこに竜巻がね起きたかのようなね、ものすごい風がねブワーと境内中ね吹き荒れたんです。それでお地蔵さん方もみんな出発できないので、30分出発をね遅らせてスタートすることにしました。本堂の中もね皆さんたくさん男子と集まっておられました。でその待ってる間にスタッフのお一人がねスマホでそのウェザーのねその日本地図を写して、富山県のね状況とかね地図をねスマホに出しながら私のところに持ってくるんですよ。かんちゃん住職つって、この雨が降ってたりとか暴風になってるのは富山県でもこの魚津市のここだけみたいですよって言うんですよ。それでなんと雨雲その形が竜の形してますって言うんですよ。っていうことでみんなでスタッフと一緒に見たんです。で確かにねトグロを巻いたね竜のようにね見えなくもないんです。ただ一つ驚くのが、富山県でも全域でね暴風じゃなくてここだけ、魚津市のここだけ、魚津市もね広いんですけれども、後で確認したらね2キロほど行った場所はね何も雨も降ってなかった、風もなかったっていうお話をね後から知りましたけれども、ここを中心にものすごい暴風が吹き荒れたんです。それで全部外でのお行事を中止にいたしました。で本堂の中で全ての行事を取り行わせていただきました。結果的にね後で考えたら、最初はねなんでこんな時にっていう気持ちになったんですけれども、よくよく考えましたらね、龍神様がねお喜びになってくださったんだなというふうにね本当に思いました。もうねそれもね、この暴風がね吹き荒れたっていうのはね、この本祭が始まる前そして終わるまでなんですよ。なのでこの本祭が本堂で全ての行事が行われたんです。しかも本堂に描かれている天井の龍神様の真下で全ての行事が執り行われました。でその行事が盛大に終了して解散、皆さん終わりでお気をつけてお帰りくださいませっていう段になった時に、パッとね雨がやんだんです。龍神様がね本当にね喜んでくださった証拠だとね本当に思ってます。実はねこの後にねオチがあるんですよ。その当日、その後片付け終わりましてね、夜9時でした。スタッフの皆さんと境内に出ておりましてね、いろんな機材からね全て片付け終わりました。めちゃくちゃ綺麗な満月でした。スタッフの一人が龍神様がおられるとおっしゃったんです。
えっていうことでみんな集まりました。で、本堂のね、屋根の上を見ましたらね、その満月を中心に左右に2体のね、龍神様がおられました。1体はずっとこう流れるようになってきて、口がね、ぐわーっと開きましてね、舌を出してるような感じの龍神様。で、その真ん中に満月がある。こちらの方はトグロを巻いておられて、で、こちらにね、この顔を向けておられる、そういった雲が現れておりました。で、みんながね、龍神様を確認してからもうね、30秒ほどしたらね、その2つの雲がね、ヒューってね、なくなっていったんですよね。そのタイミングじゃなければ龍神様を拝むことができなかった。そのスタッフの人はなぜそのタイミングで気がついたのか、そしてみんなに声をかけたのか、みんなが見ることができたのか、拝むことができたのか、不思議ですよね。龍神様の全てのお計らいがそこにあったものと私は信じております。こんなにね、ありがたいね、それこそね、日本昔話のようなというかね、こんなありがたいね、お話はね、本当にないと思います。私もね、本当にね、一生の経験、一生の出来事、思い出として私の宝物でございます。こちらね、500年祭の記念に特製の手ぬぐいをね、作らせていただきました。5色の色を使った手ぬぐい、シンプルな手ぬぐいとね、この2種類の手ぬぐいをご用意させていただきました。こちらまだ商品がございます。もしね、ご所望の方がおられましたらね、ご連絡いただきたいなというふうに思っております。かなりかっこいいですよ、マジで。あとね、法華経のね、お地掛け、如来十両本体16のお地掛けのね、お経本もね、作らせていただきました。これは切り箱に入れましてね、作らせていただいてるんですけれども、実はこれね、すごいんですよ。地掛けはですね、実は5文字でね、102組からなっておりまして、510文字ございます。で、これをね、開祖500年に際しまして、全国47都道府県の102名のお坊様にご選筆していただいているんですね。1人5文字の文字を北海道から九州、沖縄までのお聖人様方、それを一冊にしたお地掛けのお経本がございます。これ実はね、ものすごいね、欲しいというご希望がありまして、もしね、ご所望の方がおられましたら、造反をね、させていただこうとね、考えております。もしそういう方がおられましたらね、ぜひね、ご連絡いただければと思っております。はい、ということでですね、昨日お話しさせていただいた神様仏様に歓迎されているサインというね、5つのお話をさせていただきましたけれども、こういった形でね、実は私たち見える形で、私たち気がつく形でお姿を表してくださる、サインをくださるということがね、実はあるというね、お話でございました。昨日のね、こちらの動画とね、合わせてご視聴いただければね、なお幸いでございます。はい、ということで、こちらの新成寺、今年で開祖505年の年でございます。この500年という節目をもって、過去からつながってきたその時の500年、その500年を節目として、向こう500年に向かって歩み出したこれからの5年でございました。この5年目にしてね、私もこの YouTube 配信というね、新しい試みにも臨ませていただいております。これからますますね、この新成寺、そしてこの自伝宗、そしてこの仏教界がね、ますます発展していきますことをね、記念いたしましてね、私もますますの精進をね、していきたいと思っております。はい、ということで、今日の話はこれにて終わりとさせていただきたいと思います。新成寺の500年祭の話と、そして龍神様のお話でございました。またこのお話がね、良かったよ、参考になったよと思われた方は、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた、この新成寺本堂でも、また他の動画でもお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。